はい、どうも。今回はですね、統一教会が考える、高額献金みたいなところですね。霊感商法でですね、割とこう返してくれるということで、山上さんのところが一番わかりやすいんですけど、1億取って、ちょっと、ひどいすぎるんじゃないか、もう破産してボロボロなんだけどって言ったら、5000万返してくれてるんですよ。あれ、これなんか使えるな。これ使えるな。ちょっとごめんね。後でもう一回、今の使えるなっていう部分をちょっと話しますけど、で、5000万現金って言うとですね、ものすごい金額だと僕は思うんですけど、統一教会、テッシーさんはですね、幹部でも何でもない人なので、なんか、祭り上げられちゃって、洗脳されちゃってるんで、ちょっとお前これやっといてって感じで、多分、月給20万円ぐらいで やってるんでしょうけど、なんだろう。1億持ってる人から5000万取っても、高額献金には当たらないんだよっていうような感じのことを言うわけですよ。で、なんかね、何って言っちゃうかな。1万円取っても、もうその人から見れば1万円が高額献金だよっていう人もいれば、1億円献金で取っても、1億円なんか小銭なんだっていう人もいるから、高額献金じゃないんですよ、みたいな感じのことをですね、さらっと言うわけですよ、テッシーさんはね。1億円が小銭なんていう人いるの?みたいな感じで思うんですけど、1億円が小銭っていう人がいたら、私にちょっと1億あげるからって、売り込んどくから。ちょ、待ってよ、口座番号教えてたかもちょっと怖いな。現金でお願いしますってことで、それはね、僕に1億円くれるっていう、小銭だから君にもあげようっていう人がいたらね、お願いしますってことで、だからね、5000万円の献金は高額に当たらないと彼らは思ってるそうです。だから10億取っても5億円返せば、5億円は高額献金、なんかね、裁判すればね、結構取れるらしいんだけど、弁護士さんに結構払わないといけないから、ちょっとね、その辺でどうなのか、ちょっと、僕ならどうするか、半分返ってくるだけでもですね、ある程度ありがたい的なところあるんですけど、まとめるとですね、5000万の献金はね、多すぎるよって。山上さんのとこですけどね。山上さんのとこは1億取られて、1億以上取られて5000万円返ってきたんだけど、なんかね、返してくれたんだけど、5000万円。返してくれたんだけど、5000万円がないんですよね。不思議なもんで。あれこれ、話ずれちゃってるな。でね、僕が思うのは、宗教のお布施なんですけど、一生涯で30万円ぐらいがいいんじゃないかと思うんですけど、生まれてから死ぬまでね、1年間でどうですかね、1万円とか、よく払ってですよ、そのぐらいでいいんじゃないかと思うんですけど、取る方はもっともっとでしょうけどね。話ずれちゃった。はい、高額献金なんですけど、僕がね、もし本当に宗教、この宗教に、は頑張ってほしいと思ってもですね、多分僕は一生涯で30万円ぐらいしか出せませんよってことで。はい、ちょっとこれ、変な話になっちゃったな。でもいいや。はい。以上です。